始まりの合図です。旗揚げ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。我々は殺し合いをしてるんじゃない、分かってくださいと言ったのに全然分かってもらえなかった藤波辰爾。わー、これじゃない、わーい、わなわな、なら、ありがとうございました。ジョンさん、俺の
芸人の先輩なんですよ。後輩はみんなジュノーさんって呼んでて、ジュノーさん、昔プロレスコントやったの覚えてますか？佐藤陽平は熱かったですか？この拍手が答えですよ。佐藤陽平選手、今日俺と戦ってくれてありがとうございました。謎のマスクマンだな、やっぱりちょっといまいちつかめないね。でもまだマスクに慣れてないのかな。最後は息上がってたな。謎なだけに全く何考えてるのか分かんなくて、まさかロープワッターにすると思わなかったけど、ほんとよく分かんない謎のマスクマンでした。知らなかったのに、運動も大嫌いだったのに、今はプロレスが大好きで、自分がプロレス界の宝になりたいと、こんな自分でも思います。ないです、ないです。大型新人でしょ、あれでさ、まだだって入門してそんな経ってないでしょ。私でも約1年かかったからね。それをあそこまで仕上げてくるのはもう大したもんですよ。もっと受け身とかちゃんとしたらマジで化けるよね。
まだまだ課題はありますし、あのもっと基礎的な部分だったりとかもうすごく課題はあったんですけど、はい、私は、甘いかもしれないけど花丸です。まだまだこれから野望はあるので、ちっちゃいのはたくさんあるんですけど、やっぱり大人に夢を届ける。6月ハウスショーですね、はい、ハウスショーなので、そうですね、プレ旗揚げの、まあ、ちょっとこじんまりした感じになるかなとは思うんですけど、また面白いものができたらなって